はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。ダメになりたい方いらっしゃいますか？はいはい、まあそうですよね、みんなダメになりたいですよね。ということで今回僕たちをダメにしてくれるフィギュアがこちらです。スピリティエルさんから現在予約受付中となっています。お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件より、椎名真昼セーラーワンピースバージョンでございます。はい、今回は可愛い美少女がそこにいるだけでダメになってしまうというまさにそんな天使様のフィギュアなんですよ。超可愛いですから、マジで可愛いです。だってただでさえあの可愛い椎名真昼がですよ、このようにボリューミーな三つ編みと真っ白なワンピース、この組み合わせ、これがですね最強なんですよ。本当に僕も実物をまじまじと見てきましたけど、最強に可愛いです。このフィギュアは椎名真昼が好きな方、清楚な美少女が好きな方、そして天使様にいつの間にかダメ人間にされたい方はですね、購入不可避のフィギュアでございますので、ぜひですねこの動画を見て気に入ったならご予約ご購入をご検討していただければと思います。ちなみにこちらのフィギュア、スケールは7分の1となっているんですが、結構大きいです。台座を含めた高さが約250ミリとなっているのですが、ボリューミーな髪の毛とこのふわっと広がったワンピース、そして台座でね元気に咲いているひまわりがですね、全体的にボリューミーな仕上がりとなっています。で今回はですねすいません、背景紙をね黒にしているんですけれども、飾る時にはですねこれ背面にこんなね青空の背景紙を用意していただければ、かなりね雰囲気が出てより可愛く飾れると思います。まあでもね、そこまでやっちゃうと本当にね自分がダメ人間にされちゃいそうですけどねちなみにこれはイラストレーターの羽琴さんが描いた原作小説第5巻の表紙絵を立体化しているものでして、ファンの方ならねご記憶にあるのではないでしょうか。ではですね早速こちらの椎名真昼のデコマスデコレーションマスターの方をじっくりと見ていきましょう。まず頭の上には帽子をかぶっているのですが、小さな麦わら帽子ですかね。あの一般的な目の粗いやつではなくて、あのお嬢様っぽい小さな麦わら帽子で、このように青いリボンがついているところもお嬢様感、もといお天使様感を醸し出しています。ちなみにこれは風に吹かれて飛んじゃっている瞬間なんですよね。なので少し浮いている造形になっています。で髪の毛なんですが、アニメではなかなか見られない三つ編み姿になっています。これがねいいんですよ。これが本当にねすごく良かった。あの長いブロンドお天使様ヘアをこのように大胆にね三つ編みにまとめているという、しかも結構太いんですよ。わかりますかね、後ろの方から見るとすごいんですけど、後頭部のところから2つに分けて、その根元のところのボリューミーな感じから細かくかつ丁寧に編み込みが造形されていて、しっかりと編み込みされてなくてこう少し緩んでるところなんかもねきちんと表現してますし、で先の方に行くとこのようにこれはさっきの帽子と同じリボンですかね、青いリボンが両方についていて、で毛先の本当に先端の方はクリアパーツでできていて透き通るような表現になっています。この重厚感と透明感の相乗効果、これがねマジで素晴らしいです。で三つ編み以外のところはお天使様、これアホ毛が2本もあるんですね。でここら辺もですねサイドのあたりとかこう風になびいてね、いつもよりもこう乱れてるような造形になっています。そしてお顔、見る人をダメ人間にさせてしまうこの可愛い、超可愛いお顔、相変わらずこうクールなんだけど優しげな表情ですよね。瞳も大きいですね。でその分印刷も細かく丁寧に表現されています。でこれはねデコマスなので瞳をデカールで貼っているので、少しあの糊の跡がねテカって見えてますけど、製品版の方ではこれ単方印刷になるので糊は使わないのでテカリはなくなりますので、まあ、そこはねご安心ください。そしてタイトルにもなっているワンピース、セーラーワンピースです。白いワンピースだとは思うんですけど、これは原作絵を忠実に少しねブルーが入った塗装になっています。この大きくなびいてる感じがですね本当に素晴らしい造形になっています。でただのワンピースではなくてセーラーがついているんですよ。これがまたさらに良くてですね、あの高校生の名残もありますし、よりなんだろうこう清楚感が増しているような感じになっています。
で、ここにも帽子とか髪の毛についていた青いリボンがありますね。椎名真宙はブルーも似合うんですね。で、小さく膨らんだ胸の造形とか、肩の出るノースリーブのデザイン、腰から上のここら辺の雰囲気がこう華奢なね、椎名真宙を上手に表現していて、個人的にね、ここすごく好きです。で、背中の方から見るとセーラーの襟があって、で、その下に白いリボンがついています。ここはね、ちょっと大きめのリボンで、このセーラーもちょっと浮いている感じが、これまた細かいんですけどいいんですよ。で、下のスカート状になっているところは、ここはね、大きくブワッと広がっていて、で、そこに大きなシワが寄っているような造形になっています。で、横から見るとね、よりわかると思うんですけれども、下の方なんかは結構ね、大きくなびいている感じなんですよ。ここら辺のこの波打つようなワンピースの造形だから、これって結構ボリューム感なんかも出ているんですよね。で、原作絵だとちょっとわかりづらかったんですけど、左手でちょっとこうワンピースを託し上げているんですよ。こういうのがわかるのがまたこのフィギュアのいいところなんですよね。ちなみに指先まで丁寧に作られているこの腕は、スピリテールさんではおなじみのすべ肌加工になっています。触るとすべすべしていますので、ここはね、ぜひお買い上げいただいて、実際にすべすべとこう触っていただきたいですね。で、そのワンピースからちらっと見えているこの足がですね、これまた可愛いんですよ。これ正面からだとそんなに見えないんですけど、角度によっては結構見えます。で、あまり日焼けしてない白い肌と柔らかく膨らんだ可愛いふくらはぎで、白い短めの靴下、これもうね、清楚な感じ満載ですね。で、ここの足って、僕はダメ人間になりました。で、靴は茶色い革靴ですね。ローファーみたいな感じ。土の上に立っているんですけど、一切の汚れのないピカピカの靴。まさにお天使様。この靴もかなりリアルにできています。そして台座ですね。これは原作絵にちらっと映っていたひまわりを大胆に7本くらい立っているんですけど、これでね、なんかジオラマ風のフィギュアに仕上がっているんですよね。ただですね、そんなジオラマ風といってもコテコテしてなくて、さっぱりした感じ。この白いセーラーワンピースを引き立てるひまわり、この緑の茎と葉っぱ、そして黄色い花びら、この明るい黄色い差し色がですね、本当にいいアクセントカラーになっています。あと、何気にリアルです。このひまわり、茎や葉っぱの造形塗装もそうですし、ひまわりの花びらも一枚一枚丁寧に造形塗装されています。あとね、手前の3本のひまわりと後ろの4本のひまわりで大きさが違うんですよ。手前が大きくて奥が小さくなる、これね、遠近法ですね。これも本当にジオラマらしいですよね。で、地面には草が生えていて、椎名真宙が立っているところは道になっているのかな。草がなくて土が出ている表現になっています。で、そこにひまわりの花びらも落ちていると。細かいですね。はい、ということで一通り見てきましたけど、いいでしょう、この椎名真宙のセーラーワンピース。これ椎名真宙を知らなくても、作品を知らなくても欲しくなるんじゃないのかな。元のデザインを忠実に再現していて、クオリティもね、かなり高いです。で、スケールも7分の1ですけどボリューミーで、さらにスピリテールさんのすべ肌加工もしてあると。で、そうなると気になるのがそのお値段なんですが、こちらのフィギュアのお値段が税込みの 24,970 円となっております。 24,970 円です。まあ、これもね、今時のフィギュアの相場で考えるとそんなにお高くはないとは思うんですけれども、実物を見ていただければ納得できると思います。まあ、推しであればね、これ間違いなく買いですね。うん、めちゃくちゃ可愛いですから。特にね、ボリューミーな三つ編みがいいですね。ただしご注意ください。こちらはタイトプロダクツオンラインストアの限定商品となっておりまして、そのタイトプロダクツオンラインストアでないとご予約ができません。で、その予約受付期間も決まっておりまして、受注期間が5月の7日までとなっております。2024年の5月7日までです。で、その期日を過ぎますともう予約はできませんので、ご注意ください。完全受注生産でございますので、予約をしないと買えません。で、予約をするとこれがですね、今年の10月です。2024年の10月に出荷される予定です。まあ、届いたらですね、これを飾ってダメ人間になってください。
あと確かアニメも2期の制作が決まっているんですよね。でそうなると2期が放送された後にまたねこの椎名真宙の人気が出てきて、でこのフィギュアが欲しくてももう買えなくて、でネットの方ではねプレイになっているっていうこともありえますので、欲しい人は本当にね今のうちに予約をしてください。でこのフィギュアを見ながらアニメも見てダメダメ人間になってください。フィギュアの予約先のリンクはいつものごとく下の説明欄に貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。あの公式のサイトの方にはねもっと綺麗な画像写真も載ってますのでね。受注締め切りは5月の7日までです。ぜひぜひたくさんのご予約をお待ちしております。